どうも、ピエさんです。トキです。よいしょ、来ましたよ。前回引き続きね、はい、これもこれですね。今回は鮭、お母さん食堂、お母さん食堂シリーズで、そうだね、タケノコ、そしてこれもう開いとる。本当やクレームじゃない前回取ったやつ、前回使ったやつ、まだ使おうっていう、ね、これ卵サラダ、ね、これ3つ、これとチーズ。お前これ6個入りなのに、お前3個しか入ってない。いつの間になくなったんや。いつの間に家で食べたのかこれまさか連続で撮ってるってことはないやろ、ね、そうだね、まさかね、連続で撮ってるなんてないし、ね、というわけでこれを今日は和食、系、前回中華系のサンドだったんで、うん、今度は和食系のホットサンドを作ろうと思います。レッツクッキング。というわけで前回同様切ります。この5枚切りのパンをですね、半分に切りますよ。パサン、完璧やね。はい、まずパンを置きます。で、カマンベールチーズ入りのが合ってるのか合うのかどうか分かんないけど、チーズを入れます。はい、今日はダイナミックに入れようかな。で、チーズと相性の良さそうな、どうしよっかな、卵先入れようかな。卵ダーサラを入れます。はい、2分の1個ですね。2分の1個ね。続いて銀鮭の西京焼きを入れましょう。魚の骨にご注意ください。え、あれ、それはやばいね。やばい、仕方ないな。そうなん、そう、一応書いてあるやないの、もしあってか、あるかもしれんけど、普通に入っとった、うん、皮も食べるよ、今回、うん、まあ入っとったら入っとったらしゃあない。まあ、気をつけて食おう。そうや、喉にだけ喉にだけね。はい、鮭を全部入れます。うわ、すごいね、ボリュームすごいよ、ボリュームすごいね。さあ、これがどう出るか、タケノコね、どう出るか、ここね、これポイントね。タケノコ、土佐煮、これがどういうセッションをしてくれるか、お楽しみのところですね。タケノコの土佐煮、これ食感、もいいからね、多分。ボッツ、もう入れますよ。もう3秒以内に拾ったんで、3秒ルール、うん、こんなもん、こんなもんの食、タケノコは硬いからね、これ。そう、硬いからね、あんまりちっちゃくならない。いやでも映えを目指してよし、勘弁してこう、この辺で。で、ハサミ忘れなし、挟みます。ボフ。さあ、果たして出来栄えは、ドン。はい、で、焼きます。うわ、ファイヤー、ファイヤー、 OK、 待ちましょう、はい、お、いけそうやね。おー、いいね、おー、よっしゃー。うわー、これチーズか、チーズかな。開けるよ。はい、すごい、ボリューム、結構美味しそうやな、色もいいね、うん、いただきます。じゃあいただきます。和食は何、和風、和風、タケノコ、酒、チーズ
卵サンド。えー、ダサいな。はい、よくそれで生きてこれたな。よし、じゃあ早速いただきますか。いただきます。うん、どう、うん、うまい、うん、うん、おいしい。タケノコの味がさ、最初に来て、最初に来て、その後、混ざった後に、卵とサジがさ、ああ、そういうことね。いろんな複雑な味するってことね。うん、うまいね、うん。結構でもボリュームはあるね。うんうん、あるね。うん。なんやろ、うん、米、うん、と一緒にいける。米と一緒にいける。パンだけど。やっぱね、和食は米か。いや、美味しいよ、でもバランスは。うん。うん、いいね、うん。中華系の方がでも、ハマっとるやん。ああ、確かに。前回の。俺、中華系の方が良かったな、俺は、うん。あれはめちゃくちゃうまかったな。うまかったね、うん。味がやっぱバシッと決まっとるでかな、うん。そうやね。和食はちょっとやっぱり味が優しいで。そうやね。まあでも和食好きな人はね、結構いいかもしれない、ね。そうだね。うん。まあいろいろだから、うん、お母さん食堂シリーズはこの2回で終わりやから、うん、第3回はね。そう。他にも結構種類あったから、うん、結構気になったのは、なんか、タン、塩タンみたいなやつあったかな。うん、なんかあの辺の肉系を入れたりしても面白いし。確かにね。そうそうそう。ぜひね、そのファミリーマートに行って、お母さん食堂でホットサンドこれとこれ合わせてみましたみたいなのが、なかなか来ないコメント欄に来ると嬉しいね。あの、ピエさんコメント欄やると返してくれる、ね、そうそうそう、2、3日かかりますけど、毎回見てるんで、そうそうそう、やっぱね、どうしてもインスタ、フェイスブックの方のチェックの方が忙しいから、忙しくなるよね。ということでね、そのままね、行くんだけど、まあ、流れでインスタもね、フォローしてもらって、はい、よろしくお願いします。で、YouTube チャンネル登録、チャンネル登録、はい、まだやってるかもしれない。もしかしたらね、この時期もね、まだ時期もまだ1000人に達してなかったら、そう、急にキュッて行ってしまったらもう終わっちゃう。終わってるけど、ね、もし行ってなかったら、ピエさん、ホットサンド100円オフ、100円オフ、チャンネル登録で、チャンネル登録100円オフ。はい、なんで注文に来たタイミングでチャンネル登録を押してもらえれば100円オフするので、そうね、はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さっ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 、じゃあまあ次回もまた、そう ね、 ね、はい、皆さんお会いする日まで、はい、はい、ごきげんよう、よう、よう、ですよう。